こんにちは、フォレスタネットです。本日はこちらのコンテンツをご紹介します。メンバーや環境が大きく変わった4月、子どもたちも新しい学級になれようとしている時期です。この時期に意識したい子どもたち同士の関係づくり、今回は第1弾を詳しく見ていきましょう。4月から5月にかけては学級の安定のためにも子ども同士のつながりが大切になります。投稿者の先生によれば、誰とでもいざという時は協力できる人間関係が構築されているという状態が理想だそうです。いつも仲良し、普段から一緒に遊ぶという親密な関係でなくて OK。 ただ何か活動するときには誰とでも協力できるという状態を目指します。そのために投稿者の先生はこの時期、まずはペアでの活動にこだわります。グループからはみ出してしまいそうなことがあっても、他の人とのつながりを作れるというベースができていると、子どもたちが安心して過ごすことができます。授業をする中で、遊ぶ中で、様々な場面でペアの活動を取り入れます。ポイントは、とにかく相手を変えてどんどん活動させること。仲良しの子やいつも同じメンバーで活動するのではなく、学級全体でシャッフルするようなイメージで、いろんなメンバーでペア活動をする経験を積ませましょう。全員が程よい関係を結べるようにできれば、1年間の学級づくりの土台ができます。ペアの活動については様々な取り組みがサイトでも紹介されています。学校で行われている感染予防の対策に合わせて、ぜひ参考にしてみてください。いかがだったでしょうか。今回ご紹介したコンテンツの URL は概要欄に掲載しておりますので、そちらもぜひご覧ください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。